そうですね、やっと始まったっていうか、まあ、自分はジェフから来て1ヶ月ちょい空いてたんで、オフも長かったんで、まあ、みんなとこうやってまだ一つの目標を向かってできるのがすごいウキウキではないですけど楽しみっていう感じです。攻撃参加だと思うんで、まあ、しっかり守ってどういうタイミングとかでサイドどんだけ上がるか、攻撃参加ができる体力を作って開幕を迎えたいと思います。ひわです。みんなと戦って J1 昇格目指しましょう。よろしくお願いします。今日初日なんで、みんなのコミュニケーションというか、まあ、そういう部分に自分の中で重きを置いて、まあ、コンディションの、徐々に上げていくっていうのも考えながらでしたね。僕個人としては今年入ってくる選手結構知ってる人が多くて、比嘉ひろきなんかはジェフで一緒にやってましたし、キーパーの上福本は大分で一緒に同期でやってたし、佐藤雄平も、大学選抜でも一緒にやってたりだとか、まあ、入ってくる選手は結構知ってる人多いんで、まあ、だからもともとベルディにいた選手たちと、まあ、自分の特徴とかもよく、理解してもらいながらっていうところで今考えてます。去年やっぱり、結果を残していい結果になったんで、まあ、それ以上って言ったらやっぱり昇格しかないと思うし、まあ、そのために僕らも来てるんで、まあ、何としても貢献したいなっていう気持ちはあります。じゃあ最後にそのサポーターにちょっとメッセージを。はい、全力で戦うので応援よろしくお願いします。